こんばんは、シンパイロットキョウキョウです。今回はイニビルズ A350 ストラワイドボディで着陸できなかった場合の復興のやり方について解説していきたいと思います。今回の動画を見れば、悪天候で着陸に失敗してしまった時やタッチアンドゴーの練習にもバッチリ役立てることができます。このチャンネルではシミュレーターの楽しさや魅力を伝えることを目的としており、シム愛好家としての視点からレビュー、操作解説を行っています。さて、今回復興を行う部隊は福岡空港です。進入方式は ILS で、滑走路3-4ライトを予定しています。早速空港のチャートを開いて内容を確認しましょう。チャート中央の大きなマップには飛行経路がしっかりと記載されています。実線で書かれているものが滑走路へ進入する際に使用するもので、破線が進入復興後のルートです。具体的な手順については、ナビグラフチャートの場合、チャートの上部を確認してください。今回の福岡空港の復興手順は、福岡 VOR まで飛行後、方位286度へ左旋回、そして行き VOR に到達したら、ホールディングパターンで待機する予定です。上昇する高度は4000フィートに設定されています。ここで注目のポイントです。エアバス A350 には、なんと2種類の復興モードが用意されているんです。それがゴーアラウンドモードとソフトゴーアラウンドモード、通称 SGA ファンクションです。ゴーアラウンドモードはエンジンをフルパワーで行う復降で、1分間に約3500フィートも上昇してくれます。一方でソフトゴーアラウンドモードでは、それよりもエンジンの出力を抑え、1分間に約2000フィートもしくは2300フィートずつ上昇するモードです。なんで復降モードが2つもあるのって思いますよね。その理由はパイロットが空間識失調を起こさないためなんです。ゴーアラウンドは通常飛行機の重量が最大離陸重量を大きく下回っていて、着陸速度に近い低速で飛行している時に行われます。そんな状況でエンジンを全開にして復降すると、縦方向にものすごい加速度が発生してしまうんです。パイロットは普段このような加速感に慣れていないため、しばしばソマトグラフィックイリュージョン、日本語で言うと対重力錯覚が起きてしまうことがあります。対重力錯覚とは、人間の脳が重力に関する情報を正確に処理できず、実際の重力の感覚とは異なる感覚を抱いてしまう現象のこと。例えば体が傾いていないのに傾いていると感じたり、加速していないのに加速していると感じたり、これが悪化すると空間識失調につながり、自分の体の位置を正しく認識できなくなってしまいます。実際に起きた痛ましい事故例としては、2016年3月に発生したフライドバイ981便が挙げられます。それを防ぐために開発されたのがソフトゴーアラウンドモードなんです。ソフトゴーアラウンドモードの上昇性能は、世界で最も要求の厳しい進入復降でも対応できるように設計されているので、どんな状況でも安心して使うことができます。そしてこのソフトゴーアラウンドモードは A350 と A330 ネオに標準装備されている機能なんです。 A320 ネオ、330セオ、380はオプション装備となっています。今回私が乗っているイニビルズ A350 エクストラワイドボディには、もちろんこのソフトゴーアラウンドモードが搭載されています。ソフトゴーアラウンドモードの稼働条件は、すべてのエンジンが稼働していることです。もしもトラブルで片側のエンジンが停止している場合は、スラストレバーをトガまで動かすゴーアラウンドモードを使用してください。ソフトゴーアラウンドモードを作動させる方法はとてもシンプルです。復降のタイミングになったら、スラストレバーをトガポジションまでぐっと動かします。そしてすぐに、本当にすぐにフレックス MCT ポジションまでスラストレバーを戻します。この2ステップだけでソフトゴーアラウンドモードが作動し、
毎分2000フィートの上昇率を達成できるエンジン出力設定になるんです。ここで重要なポイントは、トガにしてからすぐフレックスに戻すこと。ゆっくり戻してしまうとソフトゴーアラウンドモードは作動しないので注意してください。エンジンを最大限に使ってゴーアラウンドを行う場合は、スラストレバーをトガポジションのままにしておいてください。ある程度上昇したらスラストレバーをクライムポジションにします。その後はギアレバーをアップの位置に動かし、フラップがフルであれば1段階上げて3にします。 PFD&ND に表示されている速度を確認し、 F 速度を超えたらフラップを1に、さらに S 速度を超えたらフラップを0にします。これで進入復興は完了です。さて、頭で理解したところで、実際に2020を使って実践してみましょう。高度を復興用の4000フィートにセットし、ILS を使って福岡空港へ進入していきます。トラブルが発生したようですので、進入復興を行います。まずはスラストレバーをトガポジションまでグッと動かします。そしてすぐにフレックス MCT ポジションまでスラストレバーを戻します。続いてギアレバーをアップ、フラップを3に設定します。PFD&ND にメントガソフト SRS ナブと表示され、ソフトゴーアラウンドモードがしっかりと作動しました。ナブになっていない場合はオートパイロットのヘディングノブを押してマネージドモードに切り替えてください。これで機体は毎分2000フィートもしくは2300フィートずつ上昇しながら、復興後のルートに沿って自動的に飛行してくれます。レバークライムが点滅しているので、スラストレバーをクライムポジションにします。 F 速度を超えたのでフラップを1に、さらに速度が S 速度を超えたのでフラップを0にします。機体が4000フィートまで上昇し、水平飛行状態になりました。これで復降の操作は完了です。このままホールディングパターンまで飛行します。パフォーマンスページを開いて、クルーズの部分に復降用のコードである40を入力してエンターを押します。ホールディングパターンに入り、機体が待機するようになりました。さあ、着陸のために進入をやり直しましょう。 FMS で改めて進入経路を設定し直します。まずは KCCU のデストを押します。 RJFF34 ライトをクリックします。ここで進入経路を設定し直すことができます。滑走路は先ほどと同じように34ライトを選択し、進入方式も ILS を選択します。バイヤーはキガス、到着経路のスターは行きイーストが使えそうなのでこれを使います。そして右下にある F プランを押します。ルートが読み込まれるのでインサートを押します。これで空港に戻るためのルートが設定されました。 PFD&ND に経路が表示されているので、ディレクトトゥーの機能を使い、どのウェイポイントに進んで進入をやり直すか選択します。今回は行き VOR を選択します。福岡空港の場合、途中に山があるので一旦7000フィートまで上昇するようにします。そしてまた PFD&ND にトップオブディセントの表示である白い矢印線が近づいてきたら、着陸用の高度である4000フィートにセットしてノブを押し降下します。これでまた着陸をやり直すことができます。今回はイニビルズ A350 での進入復降のやり方について詳しく解説しました。この動画が皆さんの A350 の操作の理解を深める上で少しでもお役に立てれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。